皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は一般の視聴者からのご依頼で、依頼者番号22番、20代の女性と20代男性の相性占いをしてみたいと思います。スガティの生命判断っていうのは、この動画をね、有名人の動画だけでなくて、一般の方を占った占い結果も、やっぱり、ほら、数字ごとの特徴ってあるじゃないですか。やっぱりその辺をね、見逃さず、くまなく見て、学んでいただくことでですね、ご覧になってる皆さんも、いずれ、やがて、必ず占えるようになりますんでね。なので、みんなで生命判断、画数の知識を高めていけたらいいなと思って、頑張って毎日配信してます。これからも応援よろしくお願いいたします。なんとか年内に、12月31日までにね、1000人達成したいんですよ。今現在ですね、440ぐらいまで行きました。はい、もうちょっとですよね。もうちょっとで、あと4ヶ月で600人もいかないのか、550人ぐらいでいいのかな。はい、もうすぐで目標達成になります。ぜひ応援よろしくお願いいたします。それでは本題に入りたいと思います。最後までご覧ください。はい、それでは本題に入りたいと思います。今日のテーマは依頼者番号22番ですね。20代女性と20代男性の相性占いをお届けしてみたいと思います。まずは、この生命判断のこの表の見方ですね。今回初めて、スガッティチャンネルの生命判断ご覧になる方はですね、ちょっとここの表の見方、わかりにくいかと思いますので、まずはここ、画面をちょっと切り替えまして、説明画面に切り替えまして、この表の見方をですね、ちょっと解説してみたいと思います。それでは、画面を切り替えます。はい。それではですね、早速なんですが、本題に入る前に、ちょっと初めて、スガッティチャンネルをご覧になるという方のためにですね、スガッティチャンネルってどういう形で、一般の方、視聴者の方を占うのかというのをご説明させていただきたいと思うんですね。スガッティチャンネルでは、このように、一般の視聴者の方から依頼を受けて、で、その方を無料で占って、ただ、その占い結果をこのように YouTube 動画として配信する形で、占い結果をお届けするという、新しいスタイルの占いなんです。もちろんですね、ご依頼者さんのお名前とか個人情報、そういったものが YouTube 動画でね、晒されてしまっては、公開されてしまっては良くないことなので、例えばなんですけども、こんな感じで毎回ですね、30代一般女性とかですね、40代一般男性みたいな形で、お名前は伏せてます。はい。ただし、生命判断って画数で占いますので、その画数の数字だけはこう、表示してあるんですね。で、ちょっとスペース離してあるのがわかるかと思うんですけれども、7と9、7たす9が名字たす名字です。で、こちらがお名前の合計。よくほら、3文字名の方なんかいらっしゃいますよね。6たす12たす13。この感じで、名字とお名前の画数だけをこう公表して、で、占ってるんです。で、依頼はですね、LINE でのみ受け付けております。この画面の左下あたりにですね、QR コードが表示されてあるかと思うんですけれども、そちらをですね、クリックするとか、あとはスガッティチャンネルの説明のページに進むとですね、LINE の URL が表示してありますので、そこをクリックすると、スガッティの LINE がポコーンと立ち上がります。そしてそちらの LINE 宛てに、お問い合わせいただいてるんですね。で、お申し込みの際はもちろん、お名前とか聞いてるんですけれども、それはこのように伏せて、画数だけを表示して占っているんです。なので、個人情報、公開されませんのでね、皆さんもお気軽にお問い合わせ、お申し込みください。ちょっと今、ご応募がですね、殺到しておりまして、かなり日数お待たせする形になるかと思うんですけれども、まあ、無料ですからね、お試し程度に、ご依頼してみてはいかがでしょうか。で、この、1、2、3、4、全部で5番まであるんですけれども、これがですね、まず1番から説明しましょうか。これが、性格と言います。名字の性格。性格。が、名字足す名字の合計です。で、名字足す名字の合計は、ほぼほぼ影響しません。ただ、中には影響する方もいます。半々ぐらいなんですね。じゃあ、どういう人が影響するのかというと、例えばこの方だと、7と9の名字で合計16っていうことですよね。16画。で、その他の箇所に同じように16を持ってたり、あるいは同じように下一桁6系列、26、36、46とか、そういった数字を持ってたりなんかすると影響したり、あとは同じ似たような特徴を持った数字が他にあったりすると、影響したりするんですね。そして2番は内角。内に秘めた性格ということで内角と言います。はい。これは、内側足す内側ですね。名字の内側足す名前の内側を足した合計です。
これで9たす6ということで15画ですね。で、こちらでわかるのが内側たす内側なので内に秘めた本質、内に隠された才能、そういったことで、まあ主に仕事運なんかに影響してします。続いて丸3番が外角、外の性格と書いて外角です。これは名字の外側たす名前の外側ですね。ただ、このように名前が3文字とか、あと名字が3文字とか4文字の場合もありますよね。その場合は、外たす外です。この方の場合だと、12たす13たす7。ということで、20、30、32ですね。はい。外角、32角ということになります。こちらでわかるのが、対外。外からどういう影響があるのかとか、外からどういった風に映ってるのか。ということで、まあ、主に対人運とか恋愛運を、占えます。そして、丸4番が、名角です。名前の性格と書いて名格。これが名前の合計ですね。31画。こちらは、例えばですけども、ご両親の離婚や再婚で名字が変わったりしますよね。あるいは、ご本人様の結婚で名字が変わる場合もあったりなんかしますよね。でも、ここの画数って絶対に変わらないんですよ。まあ、改名でもしない限りね、変わらない性質、ずっと持ち続ける性質なんですね。ここで、金運とか健康運とか、主に家庭運、この辺が占えたりします。最後に丸5番が双角ですね。7たす9たす6たす12たす13みたいな感じで、もう名字と名前の合計です。これがもう人生のベース。恋愛運にも仕事運にも健康運にも金運にも全ての場面に影響する数字です。はい。で、私の生命判断は、まあ、このように5箇所のですね、数字のバランス、それらを見て、生命判断をしております。それでは本題に入りたいと思います。はい。こんな感じで、今日はですね、20代女性と20代男性の相性占いなんですけれども、で、もうすでにですね、この女性の方は、LINE 占いで、占い結果をお届けしてあります。で、ちょっとこの、女性からのですね、文章をそのまま、今読まさせていただきますと、私は以前見ていただいたことがあるのですが、今回は最近付き合い始めた彼との相性を占っていただきたいです、とのことなんですね。この場合、スガッティチャンネルのこの YouTube 生命判断は、一人当たり一件占うんですよ。なので、このように二人占う場合は、二件として捉えて、二人分で申し込んでいただくわけなんですが、こちらの女性の方はですね、もうすでに占い済みなので、今回は一件という扱いで受けたまわってるんですね。はい。これは、有料占いの場合も同じです。例えば、LINE 占いは5500円なんですけれども、例えば相性占いの場合は女性と男性と両方占いますんで、やっぱり2人分占わなきゃなんないんですよね、相性占うときって。なので2件分の1万1000円ということになるんですね。だけどもうすでに、例えば自分はもうすでにね、以前占ってもらったことがあるということであれば、もうこちらの片方は占わなくて済みますんで、相性占いの場合も1人分の料金5500円で、もうね、もう片方は占ってあるわけですから、もう一回占う必要ないわけですからね。なので、相性占いの場合も、1件分の5500円で占えるんです。で、まあ YouTube 生命判断は無料ですから、どっちみち無料なんだけども、本来は2件分という扱いになりますが、相性占いの場合はね。でも今回は20代女性はもうすでに占ってますから、1件分という扱いで受け付けているわけなんですね。で、この方ね、ほら、もうすでに、ご自身の占いもされてますから、すがっていい門下生歴が結構長いわけなんでしょうね。そうすると、やっぱりそろそろ自分で占いができる頃でもあるんですよ。で、ね、この方ほら、自分で占ってみたんですよね。ちょっと読ませてもらっていいですかね。ネットでいろんな無料生命判断をやってみたんですが、相手の画数も、あとは結婚後のね、ご自身の画数も、おそらく最悪、…とかって書いてあって、スガッティさんにももう一度占っていただきたくてよろしくお願いいたしますということで助けを求めて来られたんですよね。で、ほら、YouTube 生命判断って、まあ、この方も多分2ヶ月ぐらいお待たせしちゃってるんですよね。ごめんなさいね、お待たせしちゃって。ほら、最近付き合い始めた彼との相性をね、占ってもらうとか言ってますけども、もうね、2ヶ月も経っちゃってると最近っていう部類に入るかどうかわかんないですよね。ごめんなさいね、本当に。ちょっとね、この YouTube 生命判断、もっとね、急いで皆さんに占い結果をお届けしたいなって思ってるんですけれどもね。頑張ってます。すいません。2ヶ月もお待たせしちゃってすいません。で、ね、ご自身でやっぱりほら、占い、そろそろね、かじれる頃だと思うんですよ。まあ占いの、ほら、画数の数え方っていうのがあるんで、そこはね、
この無料の生命判断サイトとかでも、数えてもらえればいいわけで。で、数字の特徴っていうのはさ、もうスガッティチャンネルを、もう、ね、3ヶ月も見てれば、こう、分かってくると思うんですよね。この方は、初めて占ったのって結構前なので、そうするとほら、多分ですけれども、占いコラムとかね、あとスガッティの LINE のタイムラインなんかに、占いのね、タイムラインで投稿があるじゃないですか。そういうのも、もしかしたらね、ご覧になっていただいてたかもしれないですよね。それで、多分、占いもそろそろできてくる頃かと思うんですよね。だけど、まあ、無料生命判断サイトで、占ってみたところ、ちょっと最悪だったと。いうことで、ちょっと不安になったわけですよね。ところが、まあ、このね、2ヶ月待ってる間に、また、この間ですよね、先々週ぐらいかな、LINE いただきまして、で、前回の LINE で、彼氏の画数が、まあね、最悪と書きましたが、旧字体で数えると、ね、最悪じゃないんですね、っていうんで、よかったよかった、みたいな感じで、もう待ちきれなくて自分で、あれこれ占ってみてるんですよね。そう、それでいいと思うんですよ。はい。で、今回のスガッティチャンネルのこの動画で答え合わせをしてみてください。ね。皆さんも、待ってる皆さんも、2ヶ月も待ってる間ね、まあ、ただ待ってるだけじゃなくて、自分なりにちょっとほら、こう、占ってみるといいと思うんですよ。自分のことをね。で、スガッティチャンネルのこの動画のね、順番が回ってきたら、この今22番ですからね、次は23番の方占いますけれども、それの動画で答え合わせしてみたらいいと思うんです。で、答え合わせしてみてもらって、ほら、なお、わからない部分とか、もっと聞きたい部分とかあれば、2往復まで、質疑応答を受け付けてますんでね。遠慮なく聞いてください。この占いに関することでしたら、本文に関することでしたら、すべてお答えしますんでね。はい。そうなんですよ。この方ね、まず、お相手の方ですけれども、そう。これ、旧字体で数えないと、大変ですよね。大変なことになっちゃうんだけど、これ、旧字体で占いますからね。多分、依頼者さんも、あ、本当だ。無料ね、生命判断サイトでもいろいろあるから、旧字体で検索しないとダメだなって言って、ちゃんと旧字体の生命判断サイトを検索し直したんでしょうね。はい。それでいいんです。そしたら、この部分が、お名前のどっかの部分が旧字体だと、違う画数だったんですよね。はい。そうすると、このような数列になります。とはいえ、一文字名字ですから、なかなかね、この例数が影響しますんでね。やっぱりお名前の設計っていうのはかなり難しくなってくるんです。間違いなく大凶数を背負ってしまうんですよね。きちんと設計しないと。でも、双角は素晴らしいです。大吉数ですよね。21角は殿様数。まあ、これ、女性が持つと下げ物ランキングワースト3位の、大凶数なんですが、男性が持つと逆に大吉数なんです。もう一国一城の主、お殿様になる数字ですからね。はい。まあ、リーダーシップがあって、そうですね、指導者になるような数字です。で、このように、下一桁1系列、1、1、1ってね、下一桁1系列を3つも持ってますから、今度この1系列の特徴が色濃く影響しますよね。1系列っていうのは、ここに、ほら、まあ、ダンディ・ニヒルってあるように、ちょっとこのクール、まあ似たような意味ですよね。クールとかダンディとかニヒルとかね、言葉足らずとかね。あんまりこう、ぺちゃくちゃぺちゃくちゃ喋って、受け狙って、はしゃいで、アホやって、みたいなタイプとは違って、もうクールでダンディーでニヒルでっていうような、まあ、言葉少なですが、うん、黙っていてもすごくオーラがあるっていうかね、カリスマのあるような、指導者数なんですね。とても堅実で真面目でコツコツと頑張り屋さんで、もう地道な努力、普通の人がこれやるのみたいな作業でも、コツ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 地道にね、そういった努力を継続できる、とっても真面目なタイプですね。で、本来はね、この名字の合計って影響しませんよね。例えばほら、現在の依頼者女性の名字、これ、影響しませんって書いてありますよね。普通は名字の合計って影響しないんですよ。だけど、このように、なんか書いてありますよね、コツコツとかって。これってよく見ると、ほら、ここにも同じキーワード書いてあるんですよ。コツコツ、堅実、言葉足らず、クール、順調、健康そのものとかってね。どういうことかっていうと、このほら、例数1によって、この1文字名字、ここに1がプラスされちゃうわけですよね、例数が。で、ただ、1プラスされただけでは、それでもまだ影響は普通はしないんですよ。普通影響しないんですが、ほら、ここにも同じキーワードがあるじゃないですか。11がね。このように、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所の中に、同じ数字持ったりなんかすると、本来、この、影響しないはずの、名字たす名字の合計が、ピコーンと目を覚ましちゃうんだよっていうお話ですよね。
で、それによって、まあ、この苗字の影響するのが、まあ、この10はどこにもないですから、10は影響してないと思うんですけれども、11の影響が色濃く影響してくると思うんです。特に1系列が3つですから、このコツコツ堅実とかね、一歩一歩着実に前進するっていうような、この堅実さ、地道さ、努力家、こんな感じの部分がとても色濃く影響してくると思うんですが、ただ気をつけなければいけないのが、この方、天地同格の数列でもあるんです。天地同格っていうのは何かって、この名字の合計と名前の合計とが同じ数字で揃ってしまう現象ですよね。まあ厳密にはこの方、名字の合計っていうのは10画の1文字名字ですから、合計も何もね、10なんだけれども、ほら、この例数が悪いことしたの。それによって、ほら、天と地が同じ数字で揃っちゃってる。これが天地同格なんですね。天と地がひっくり返るような、大変なことを起こしてしまう。長所さえも短所にひっくり返ってしまうような、数字なんですね。で、つまりこの場合、このコツコツ堅実、一歩一歩努力を重ねるみたいな、この堅実な部分が欠点になっちゃうんです。そうですね。だからそうね、消極的とか、こう、スピード感のなさとか、執行力のなさとか、優柔不断とかね、そういう方向にちょっと影響していくんじゃないかなと思うんです。なので、かなりね、この方、優柔不断で、で、危ない橋渡りたがらない、かなりこう、なんていうかな、慎重派すぎるタイプですから、だから、よくね、恋人まで、たどり着けたなと思って、よかったと思います。普通ね、この方、なかなかこう、告白してくれない感じの、数列なんですよね。だけども、まあ、付き合えたから、よかったなと思います。でも、スガッティね、普段、よく言ってるのは、付き合っちゃう前に、多分この人にも言ったはずなんですよね、その初めて占った時にね。付き合っちゃう前に、抱かれちゃう前に、必ず相性診断しましょうね。じゃないと、ほら、外れくじ引いちゃってから、じゃあ、遅いじゃないですか、もう抱かれちゃってるんだしね、裸見せちゃってるんだし。だから、失敗する前にね、本当は占った方がいいよって、もう皆さんに言ってます。これは、この依頼者さんだけじゃなくてね、今ご覧になってる視聴者さんもそうですよ。エッチしちゃいました。その流れで付き合うことになりました。相性を占ってください。だと、ちょっと後先順番逆なの。この人のこと好きになっちゃっていいのかなっていうのを占った上で、で、相性がいいと、いうことが分かったら、ようやくその人と、こう、交際を始めて、で、付き合い始めて、で、体を捧げればいいわけで。ね、まずエッチしちゃってからその流れで、私たちこれってもう付き合ってるってことになってるよね、みたいな、そういうのなしね。それによって、だからこれが天地同格になり得ますからね。気をつけないといけない。とはいえ、ね、厳密にはこれは10が、まあ、名字の合計ですから、まあ、普通の天地同格ほどじゃないと思います。はい。けどもやっぱり、ね、1系列3つってなると、やっぱり、かなり消極的で、優柔不断になりますから、まあ、付き合えたのはいいけども、今度、婚約するっていうかね、プロポーズするまでが時間かかりそうなんで、今日は今期もお伝えしようかな。まあ、今回はね、トントントンと今期に向けて準備を進めてほしいかなと思います。そして、まあ、依頼者さんはいいやね。もうこれ占ったから、この内容はまあいいとして、結婚した後の、ご自身の画数も心配ですとかって言ってましたよね。あ、ただ、ちょっとここ触れとこうかな。まあ、前回ね、占った時の結果ですけれども、ほら、下げ丸ランキング、ワースト3位の数字2つも持っちゃってるじゃないですか。だから、まあ、ね、依頼者さん初めて占った時には、下げ丸だから気をつけましょうねっていう話はしたと思うんですよ。2つも持っちゃってますからね、同じ21を。だけど、この方もほら、双角が21じゃないですか。だから、下げることはないです。これ依頼者さんが彼の運勢下げちゃうってことはないから大丈夫です。で、結婚後のね、依頼者さんの数字が、心配ですって言ってましたよね。私も心配です、これ見たら。はい。ご覧ください。双角が28角なんですよ。ねえ。これは、まあ、子宝に恵まれにくい、出産トラブルとか、妊娠トラブル、あとはね、育児トラブル。だから、お子さんが生まれたら、もう、100点満点の健康的な名前をつけてあげないと、このお家に、旦那さんのね、家系に子孫が残らないっていう数字になっちゃいますから。なので、僕おすすめなのは、この画数になるからにはね、この画数が影響し始めるのは、ご結婚して、依頼者さんがこの名字を授かってから、2年後から3年後くらい、
2年から3年ぐらいかけてゆっくりゆっくりフェードインフェードアウトして、こっちの新しい画数にシフトチェンジしますんで、この影響にバッチリ両足突っ込んじゃう前に、もうね、結婚間もなく妊娠出産してほしいの。もうなんならおめでた婚でもいいですから。ね。先に妊娠出産しちゃってください。特にこのほら21っていう数字はね、1回目の占いでお伝えしたかな。これ、子宮がんとか卵巣がんの数字なんですよ。なおかつ、結婚後もね、こういう妊娠出産育児トラブルの28画じゃないですか。またこれ、ほら、子宮のトラブルを持ちかねない危険な数字ですから、で19、19、10、10、これがまた、妊娠出産育児のトラブルの数列なんですよ。非常に危険なのね。だから、定期検診で子宮がん検診とかね、乳がん検診は、結婚後も受けてください。で、ほら、名字が面白いですよ。今度は、影響しませんじゃなくて、こちら、ピリオド数10画が影響してるんです。どうしてかっていうと、ほら、ここにはね、10はないけど、ここにあるでしょ？だから、ピリオド数、ピリオドとか、楽観とか、誤解されやすいとか、バテとか、ストレスとかって、同じキーワードがありますよね。これって、10だけ目覚ましちゃうんですよね。この部分の落とし穴が、倍の2メートルの大きさになっちゃうんです。だから、結婚後は、何もかも、ピリオド、終止符を打ってしまいやすいですよね。特にこれ外角ですから、旦那様との関係性に終止符を打ってしまいやすいので、まあ、結婚関係に、夫婦関係にピリオド、終止符を打って、で、離婚して旦那さんの家系に子孫が残らないというね、28画。これのリンクが、繋がっちゃいますよね、物語はね。でも、いいですよね、この名字ね。これは依頼者さんしかわからないことでごめんなさいね。あれですけども、この名字私出会ったの、占い17年やってますけれども、初めてなんですよ。かなり優越感の、ね、ある名字じゃないですか。これぜひ持ちたいですよね。いいじゃないですか。だからね、依頼者さんぜひ、乳がん、子宮がん、まあ、特に子宮だね、これは。子宮に気をつけつつ、お子さんの画数を100点満点にしつつ、まあ、この名字は絶対的にね、まあ、残してあげましょうよ。これ絶対素晴らしい名字ですから。なんて呼ばれてんだろう。ねえ、会ってみたい。すごいですよね。はい。あとは言うことあったかな？あ、今期今期。で、1回目ね、依頼者さんだけ占った時に、この依頼者様の今期ではなくて、今後出会うお相手の婚期が非常に大事ですよっていう風に書いたはずなんですよね。はい。そして、この方、男性の婚期がですね、実は去年だったんですよ。だから、まぁ、ちょっと過ぎちゃってるんだけれども、でもね、この婚期って、プラマイ1年ぐらいしますからね、仕事の都合とかさ。だから、今年だと思ってください。今年婚約。で、まぁ、入籍だけでもしちゃいましょう。披露宴とかはね、別にいつでもいいですから。入籍だけでも今年しちゃってほしいと思います。はい。それっていうのは、去年がこのお相手の男性の婚期だったからなの。で、今年の秋冬にはですね、この、下り始めちゃいます。去年、婚期の絶頂だったのが、ほら、ジェットコースターのさ、このカタ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 って言って、この、ほら、鼻先がさ、こう、頂上まで行った後、こう、落ちるでしょ？これが今年の秋冬だと思ってください。秋冬になったら、こうに彼向いちゃいますから、結婚に向けてちょっと下向きになっちゃう。で、来年のバレンタイン以降に、ガラ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 ってこう、破局の周期に彼も、落ちてしまうんですね。で、依頼者さんは、依頼者さんも今、恋愛氷河期の真っ只中なんですね。だから、あまり運は、味方してくれてないんだけれども、でも、もうね、交際してるわけだし、で、この方、婚期を持っているわけだから、まだね、ここになるかなんないかっていうところでしょ、今。ね、まさに。今日占えてよかった。ちょっと、早めにこれ編集して、早めに配信しよう、これ。こうね、で、12月過ぎて、2月3月にはガラガラガラーって、藤山みたいな感じで滑り始めちゃいますから、この男性。だから、そうになる前に、婚約、そして入籍だけでもしちゃいましょう。いいですか？はい。頑張ってください。で、赤ちゃんね、授かった際には、早めに、スガッティに名前の相談してください。私は、おめでた婚でいいと思います。こんだけ子宮が心配な数字ばっかりばっかりばっかり持っちゃってるんで、ちょっと子宮のトラブルになりやすいですからね。はい、気をつけてください。
今回は以上になります。わからないことがあったら、2往復まで質問受けてますんでね、遠慮なく何でも聞いてください。またのご依頼をお待ちしてます。なー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